身長美容医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを大事にしていきたいと思います。身長の人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はですけど、ズバリなんですけど、大阪で身長先生の治療を受ける方法についてお話しさせてください。で今回ですね、2024年の、大体9月ぐらい大阪の方のデモ走行が始まってきて、10月から、ね、徐々に増えてきているっていう今段階になってきます。で大阪ね、この YouTube 見ていただいている方でもかなり多くの方がいらっしゃると思います。で、すでにツイン中の方もいらっしゃると思うんですけど、改めてね、大阪でどうやって私の治療を受けるのかっていうところに、そこの流れについて説明させてください。で、まず一つ目なんですけど、当たり前なんですけど、まずいつも通り、他の東京だろうと大阪だろうと愛知だろうとどこでも同じで、まずは身長先生の身長診断っていうのを受けていただきます。で、その身長先生の身長診断っていうのはまず何かっていうと、これはまずね、検査をまずしっかりするっていうところですね。で、いわゆる治療ができるのかとかできないのかとか、やった場合どれくらい伸びるのかとか、やってもダメなのかとか、なんかそういったのを判別するのが身長先生の身長診断になってきます。こういうやつですよね。だからレントゲンとか採血をして、我々の方でデータ解析を行って、その検査結果を皆さんの方に郵送させていただいて、それでですね、その先お伝えしたような、どれくらいそもそも最終的に何センチになるのかとか、治療やった場合どうなるのかとか、そういったところをまず把握していただくっていうところになります。で、その後に関して言うと、全部オンライン診療で行っていきます。で、ちょっともう一回ここのまず最初の流れをもう一回振り返りたいんですけど、まずはですね、当院の東京の方ね、東京の方の、クリニックの、公式 LINE の方に大阪で受けたい、その旨を、ご連絡ください。そうしますと、大阪はですね、具体的に東大阪にあります。で、東大阪にその検査できる場所があるので、そこをご案内させていただきますので、そこで検査を受けていただきます。で、検査の内容としては、当然身長測ったりだとか、体重測ったりだとか、あとは採血したりだとか、レントゲン取ったりですね、これは基本的に同じですね。東京だと今のところインボディっていう体脂肪率とかも測れるんですけど、大阪は今のところその用意はないです。なので、そこはちょっとご注意ください。今後、そこは充足していく予定になっていますけど、まだいつかっていうところはまだ決められてないです。そこで検査を受けていただくと、その検査のデータを東京の方に、送っていただいて、大体解析にですね、2、3週間かかりますので、大体トータルとしてけど、検査を受けてから、検査結果が皆さんと手元に届くのは大体約1ヶ月ぐらいかかりますので、1ヶ月後ぐらいにこういった検査の結果を見ていただいて、で、そこからですね、コンサルタントのコンサルティングを受けてもらったりとか、直接私の診察を受けたりというような形で、そこが治療するのかしないのかとか、そういったところを相談していくような形になります。東京の方ですと、基本的に、直接来ていただいてお話しさせていただくんですけど、大阪の方に関してはオンライン診療でやっていきますので、オンラインで大体ですけども、検査の結果、これをしっかりと説明受けたい方が、大体1時間か2時間くらいかけて検査内容を一緒にお話ししたりだとか、あとは生活習慣でどういう風な食事を取るべきなのかとか、そういったところを細かく話をしていきながら、どういう風な治療計画を立てていくのかっていうところを決めていきますので、大阪の方に関してはまずは、クリニックの公式にご連絡いただくこと、そしてそこからですね、東大阪市にある検査協力機関のところに行って検査を受けていただきます。そしてその検査の結果をこちらの方で、東京の方に郵送していただくと、こちらの方で全部解析を行います。解析を行った上で、治療するのかしないのかを一緒に相談させていただいて、次のステップに進んでいきます。で、基本的には全部オンラインで済みますので、東京には基本的に1回も来ていただく必要はありません。大阪にいても、十分ですね、身長先生式成長ホルモン治療ですね、縦軸と横軸を両方開設するですね、最強の治療ですね、そういったのを受けていただけますので、ご心配なさらずということで、今日はですね、大阪で身長先生の治療を受けるためにはということでお話しさせていただきました。ちょっと一言だけお伝えすると、とりあえずまずクリニックの公式 LINE に大阪で受けたいというふうにご連絡ください。やっぱりですね、本当に私、日本で一番いい治療を行っているという自信がありますので、本当そういった治療をですね、大阪の方にぜひね、受けていただきたいと思ってますので、ぜひね、ご連絡お待ちしております。それではまた。